ランシーのとこというか会議室行ったんかな。あ、会議室も警備がいない。こんにちはーつって、ジョン・メイヤーですよーつってなるべく明るい声で近づいてみよう。ジョン・メイヤーですよーつって、誰もいない、誰もいないっすね。あ、なんか落ちてる。オーケー、シェルボックスゲット。お、サブマシンガンのマガジンまでゲットです。あざーす。いや、あいつら自分の武器を置いてくシールかセールか知らんけどやな。自分の武器を置いていくとはね。会議室、どんな会議をしてら落とせんねん。弾薬を落としていくとは。さあ、クランシーさん、クランシーさんいないクランシーさんいないやん。どうやコントロールルームみたいなとこか。はい、コントロールデッキ、こっち行ってみましょう。もしかしたらここにいるかもしれない。クランシーさんっつって、あ、あ、いないっぽいけどムービー入った。あ、いたんかい。大佐、セールを呼び戻してください。どうしたのかね。戦闘でエアユニットが破壊されたらビッグテーブルは圧壊します。ほう、くさ、アクエリアスだ。ビスケスを応答せよ。なんだアクエリアス、通信不能だ。嫌な予感がする。呼び戻してくれるか。はい、ドッキングエリアの封鎖は解除するように連絡しよう。この件は君に任せた。どういうことだ。セールとの通信が途絶えたってことか。もう破壊されてんのか。だから言うただろうっつってだから言うただろうっつって、ドッキングエリアへの封鎖は解除していく。はい、まあとりあえず取り合ってはくれたけど、どうやって行ったらいいね。そのドッキングエリア、どこ行ったんや。とりあえずEプール行ってみる。行ってみよう。はい、通路です。ん、何の音だ。お、蹴り込んでんじゃん。何してんの。セールめ、勝手なことしやがって。お、ロック解除。開きます。お、開いたぞ。いたのか。どうした？水中ゴンドラの手配をしてくれ。セールが向かったらしい。あそこが戦場になったらとんでもないことになるぜ。よし、俺についてこい。フォローミーです、フォローミー。行っちゃっていいのこれ。戻れない。あ、戻れる。これでよかったんか。なんかどっかにまたアイテム落ちてるってことないですか。そういうの大事よ。そういうの集めていくことが大事。とりあえずEプール行ってみるか。さあEプール。あ、これがセールの潜水艦ってことか。でっけえの、でっけえの用意してくんな。エアグレネード。あ、ここで補充できたい。なもんか。なもねえか。
さあ、エリア関節属質向かいます。これでエアニットエリアに行けるのか。どこ？おじさんどこ？おじさんの位置がわからん。これを行くとどこかわからん何室かわからんけど、とりあえずゴンドラ発着所。お、イベントだ。ゴンドラを戻しておいた。どうすんだ？俺がセールを呼び戻し、そこまでの決意ならこの役はお前に譲るよ。でも一つ忠告しておく。なんだ？エアユニットにはエアシステムがない。空気には注意しろ。おお、大丈夫だ。エアグレネードいっぱい持ってるから。ジョン、死ぬなよ。お前もなお互い様だ、それは。ってことなんで、これ乗ればいいんか。さあ、ゴンドラに乗り込みます。発車いたしまーすって。ゴンドラ車発車しまーすって。はい、エアユニットエリアに行きましょう。おお、ゴンドラ、本当にゴンドラだった。ジョン・メイヤーが向かいます。何これ今のインサート何？あー、エアユニットエリアで起こっている事態がこうやってわかるわけね。結構戦ってますね、みんな。バシバシ撃ってますが。なんかしがし銃乱射して大丈夫ですか？あ、弾が尽きている。みんな狙われてますね。ドヤブカラスティックにみんな行くから。お、あれがなんだ、名前なんだったっけ、あいつ、なんちゃらタイだよね、なのかな。さあ、今回もジョン・メイヤー一人での任務です。エアーユニットエリア。やってまいりました。これがゴンドラ。とりあえずゴンドラから出ましょう。今はこちら側から出られないっつって。すごいな、あの駅のエレベーターみたいなことなってる伝わるかこれ伝わらんやろ。さあ、エアユニットエリアやってまいりました。ゴンドラ発着所。結構複雑な構造になってそうなんですが、どっから行きましょう。エアユニット、これ行った方がいいかな。すぐ行ったところに、あら、なんか落ちてきたんやけど、やめて。なんて、無残な最後だ。かなりの出血をしている。上から落ちてくる。相当強い敵がいる可能性がありますね。警戒していきましょう。さあ、とりあえず倉庫は平和。特に補充は必要なし。はい、レギュレーターはチャージする必要性はあんまなかった。何もなかったか、倉庫には。なんかバレットが落ちてたりしないかなって思ったけど。あ、いるんだね、敵が。近い、倒したっぽい。全然見えてない。さっき落ちてきたやつがもう表現したってことだね。さあ、こっちに部屋は3室ある。手前から行きましょう。
さあ空気はないっす。ん？体中を噛みちぎられて死んでいる。大量の出血が見られる。噛みちぎられている。こいつもか。体中を噛みちぎられて死んでいる。顔も判別できない。よっぽどやな。ちょっともらってくわ。重要な資源やからね。もらってくわ。ちょっとスタングレネードもらってくわ。さすがですね。緊急時の備えが素晴らしい。もらってく。さあ、制御室にやってきました。ここは空気に満たされている。ここも死んでますね。無残な最後だ。じゃあ悲惨な最後だ。顔に断末魔の表情が浮かんでいる。お、シェルボックス。ちょっともう一個もらいますわ。スタングレネードめっちゃもらうな。こんなもん？あと何もないですか？ここも倒れてる。助けてくれ。バケモンにみんなやられた。鍵を取り返さないと。あ、黙った。黙るやん、すぐ。俺、シャラップとか言ってないで。なんだこれ。空気貯蔵室のロックを解除しますか。うん、とりあえず解除しとこう。はい、ロック解除しました。これで安心。で、この奥の部屋も行っとこうか。これはエアポンプ室。ほら、エアポンプ室、浸水してますね。バッチボコンされてるやん。あ、魚雷が爆発せずに突き刺さってんのか。爆発しなかったんだ、あれ。コンプレッサーが破壊されてる。だから空気が送れないという状況になってるってことですかね。なるほど。バッチボコに壊されててびっくりしたわ、ほんま。バッチボコびっくりですよ。BKB ですよ。バッチボコびっくり。イエーイ。BKB イエーイって。全然関係あらへんかった。なんで急に BKB が出てきたん。さあ、とりあえず、エレベーター降りるか。降りる？登る？登る？登るなのか？一回やったんか知らん。登るっぽいっす。さあ、敵を倒す。のかな。敵が出てくる。すでに息絶えている。何ももらえる資材はないんか。資材もらえるやつみたいな。おお、なんかやばいな。空気貯蔵室やばいな。急にテンポが速くなった。 BGM の。あ、なんかやばそうなやつおるわ。構えましょう。早いな、動きが。なるほど。ハメ技に持っていけない。ちょっと待って。とりあえず、応急キットを使って、で、このスタングレネードを使う感じだろ。あんだけ手に入れたんだから、これ使うんだわ。はい。動きを止めましょう。OK。今チャンス。一瞬やな。一瞬やな。この笛吹き野郎。笛吹き野郎が。笛吹き野郎。ちょ、死ぬ。危ない。危ない。死にかけた。はい。だって。まだ死なない。もう、あの笛吹き野郎が。もう、なんだ、学校の体育の授業の笛吹くやつみたいな、ホイッスルみたいなやつ。落としやがって、本当に。死んだ？まだもう一体ぐらいいるの？じゃあ、起き上がるの早いんだ。当たってるけど、起き上がるの早いんだ。お、死んだか。倒した。ハンドガンや。ムービーではハンドガンになってる。倒したぞ。イアレスだ。
何これ、次元爆弾？どういうことだ。また BGM がか。時間がない。違う。銃はもういらない。え？ C4 爆弾がセットされている。次元式起爆装置が作動し、解除不可能。死ぬしかないやん、俺。悠長に鍵を取っている。あ、169秒あんのか。あ、時間はあんねん。なや。もう終わったんかと思った、時間が。160か、1があったんやな。全然見えんかった。あ、敵おんの、無視よ。そんな時間がないのに、そんな戦ってられないっすよ。さあ、これでどこ行け。ゴンドラ制御室の鍵やったっけ。俺何を手に入れたんや。ゴンドラ制御機を手に入れたんか。ちょっと体力がないから使っていこう。これをセットしてもうすぐ使える状態にしておこう。もう一個、はい。さあ、これで全回復をして、弾を補充してる余裕ないからゴンドラ制御室向かいましょう。発着所に行ってゴンドラ制御室キーを使えばこれいいんかな。ゴンドラ制御キーはどこだ。これか。制御キーが必要なので使いましょう。水中ゴンドラアルゴノーツを制御する鍵だ。はい、これでいける感じ。あ、呼びつけて。ゴンドラ呼びつけから始まるのか。なんで向こう行っとんねんって話じゃん。さっきまで俺来たのに、つって。結局何をしたら、みんな死んだってことか、俺。セールの連中は。みんな死んだ上で謎に爆発だけさしてるっていう。これデュポアの忠告を全く聞き入れてなかったな、こいつら。本当に通信が途絶えたせいで。さあ、急がないと。すぐ乗り込まないと。開いた瞬間乗り込むぐらいの感覚で、浸水しても構わんぐらいの感覚でね。さあ、ドアが開いた。急いでおります。はい、オープン。乗ってスタートです。はい、急いで。あ、まだ20秒あったわ。20秒あったらいけるでしょう。発射が長い。あ、いったいた。さあ、ゴンドラスタートです。さあ、AI ユニットエリアからとりあえず脱出しましたが、C4 爆弾が爆発するんでしょう。ボコに壊されてるわ。あれ1個で。ああ、そっか。ゴンドラのあれがピンと張ってなかったからね。ああ、これがデュポアが言ってたやつ？なんちゃら現象言ってたよね。空気が一気に放出されるってことか。あ、上にある。あ、それやばいわ。あ、転覆すんの？マジか。こんなごっつい装備を乗っけた船が転覆すんの、マジで。あー、やばいやばい。飛行機まで落ちちゃう。あら、落ちちゃう。
チェッパンチョンポンチョンポンチョンポンチョンチョンポンチョンじゃないの、こちらエルドリッチ、戦闘機が海に落下した。被害に備えろ。どこに落ちてくる？巨大な物体が落下してきます。どこに落ちるんや。また俺を大戦から引き下ろす気か。どこに落ちるかやな。さあ、パトランプが鳴っております。ああ、デュポワが悲しい顔してるわなんてこったいって顔してる。さあ、ゴンドラは動かなくなっている。鍵を差し込んでマニュアルコントロールにした。マニュアルで動かして進むんか。一応行くんか。一応行けるみたいです。あ、これゴンドラに行くの？もしかして？あら、飛行機開いた。あら、あー、気圧でか。あ、なるほどなるほど。気圧でへこんでいく。そんな深海やったんや。こんな飛行機が普通に、飛行機にも気圧があるでしょうね。その気圧に勝てないってよっぽどですよ。あ、ビッグテーブルの真上やん。マジか。おお、リポアの目の前を。どこに落ちる？あーっつってなってる。あ、地面か。まだ光は大きくないか。あ、でもない。でもない。おお、何あれ。どこのエリア？光ったよ。電気？発電エリアみたいなこと？あら、真っ暗だった。あ、全部電気消えた。終わったな。電気まで消えたら。予備電源に切り替えろ。冷静やな。大差冷静やな。すげえ冷静よ。予備電源切り替えなさいみたいな感じの、そんな言い方でして。さあ、とりあえずゴンドラはなんとか帰ってこれました。派手にやってくれたな。基地の 60% が停電だってよ。だが無事で何より。セールの連中は助けられなかった。一人だけ戻ってきたぜ。全身血まみれだったけどな。マコイ隊員は今どこに？さあな、どっか行っちまったよ。クランシーだ。メイヤー、 CCD エリアデッキへ。エネルギーユニットがメルトダウンの危険だ。危機だ。エネルギーユニットがメルトダウン。原子力発電をしていたってことかな。お、ディスク入れ替え。ディスク1クリアです。約5時間ちょい。約6時間ぐらいかな？かかりましたけども。ここで、ディスクの入れ替えをしてください。本体のオープンボタンを押すと、マルチプレイヤー画面に進みます。ディスク1と2を入れ替えた後に、本体の CD ドアを閉め、ゲームを再スタート。はい、オープンして、で、ディープフィアのディスク2を差し込めばいいということですね。はい、セガサターンのディスク入れ替え初めてです。プレステとかはあったけど、初めてですね。CD ロムでしたから、当時はね、結構こうやってディスク枚数が増えることが多かったですもんね。さあ、いよいよ2枚目突入です。ディスク2。これでゲームスタートを押せばいいと。